皆さんこんにちは、カノンです。皆さんこんにちは、リゾです。はい、今回は見てわかるように次の日冷酷の踏切をやりたいと思います。はい、ゲーム大好きだよっていう人、グッドボタンで押しちゃない、チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターフォローもしてね。じゃあスタート。そこてかさ、さっき女の人私の髪めっちゃ似てない？でもなんでさ、お姉ちゃんの髪なんとかに飛び込まないように。飛び込まないでください。飛び込んでもすぐには死ぬ。シー、配布が街っぽいね。なんか前も電車だったからさ、変な感じするね。よし、行くぞ。やっぱこの女の子めっちゃ私の髪に似てるから、なんかねすごい。ねえ、これさ、前やった人じゃん。あの子じゃん。でもなんか似てない？前髪とかがさ、なんか、まあ大丈夫、待ってないね。うん、え？これ？え？違うじゃん。え？いや、びっくりした。壊れたかと思った。双子の妹が踏切に飛び込んで死んだ。なんで飛び込んだ？かわいそう。え？あ、で、その子はこの子だってこと？めっちゃ似てるやんね。その子前髪長すぎて目埋まっちゃってる。はい。ここにもつって、すべてが同じであるはずの妹。すべてが同じ？リボンの。すべてが同じであるはずの妹。うん。うわぁ、もうこういう感じでできそうだよ。ここやだ、ここ。もうこういうとこよくあるよね。こういうホラーゲームにはありがちの。なんかあそこのさ、鼻を一つだけ折り紙で作ったようなやつあるんだけど。同じ服を着て、同じ学校に通って。いや、また妹かい。ビューティーサロン、子供110番いや、全然守ってくれてないね。なんかここでもなんかちょっと不気味だよね。うん。あれ、なんか近くなってきたね。なんかこれ猫みたいなのやつって。ね、なんか妹だけ止まってるんだけど。私より少しだけ可愛く、少しだけわがままで。少しだけ前髪が長いんだよ、もう。なんか次の日のガチャ売ってるし。怖いガチャしか売ってないじゃん、これ。なんでよ。怖すぎるんだよ。怖い。私だけ可愛い、私だけ、私より少し可愛いみたいな。うん、なんでなんか考えよう。夏っぽく妹を、私をお姉ちゃんと呼んだ。お姉ちゃんだもん。お姉ちゃんだもん。ふん、ここはまだ大丈夫やろ。うん、なんかお花があるな。あ、そこか。はい、踏切に着きました。え、私何もしてないよ。あれ、何もしてない。でも、私は、何？私は何？うるさい！そう。私は、見てみよう！私は、え、何？何？私は何？え、何？私は何？え、ないの続き。いや、私は何かめっちゃ気になるでしょ、これ。私は、今から、踏切に、踏切を突き破ってしない。なんで突き破る？妹の死は悲しかったけど。悲しかったけどどころじゃないよ。妹の死は死ぬくらい悲しかったでしょ。この雲の動き早くない？ちょっと。はい。私は双子のなんとか、わかんないこれ。ちょっとわかんない感じあるかもしれない。って感じだよね、私は双子のノロなんとかから解放された気持ちだった。はい、ちょっともうよくわからなかったな。はい、何から解放されてるんだろう。あれ、何もしてないとよ。え、何もしてない私。え、わかった？え、わかった？はぁ、ねえ、え、なんか前髪長くない？すごい怖。え、うーん、あー、もうやだ、絶対なんか前の次の日より怖いんだけど。つ、はい、くぎのひまたこの人映ってるかと思ったら
また？もうなんか書いてあるし、落書きをやめて。これまたやるの？もう絶対怖いじゃん。近所の人迷惑だよ、落書き。しかも電車の絵描いてるし、なんか後ろに電車の絵の落書きが。ここは落書きが多いです。待って、これさ、調査書あったっけ？なかったよ、うん、だから書いたんだよ、今日。うん、やだやだ、あそこ絶対なんかある、絶対なんかあるよ、うん、あれ変わったな。大丈夫、ちょ、立ち切りんとあって、うん、まだ大丈夫だね。そんなわけやんない。怖いの来るかもしんないじゃん。もういいよ。もうちょっとそんな怖くやんないでよ。誰かと思った、誰かと思ったよ。違かった。もうこの音やだって、うん、ブーもういいってば。その音したら見るからに嵐を降りそうだよ。もう嵐にやりそう。この辺彼岸花いっぱいだね。ここなんか大きい。病気チャロン子供110番もういいって。ねえ、なんでね。びっくりしたよ、誰かと思った。普通のね、小学生だわ。小学生早いね。歩くのがね。ビューティーチャロン子供100ターバーカット&パーマ。もういいよ。え、何この上。電車のくせに、まあ、さ、あそこの看板さ、電車のくせにさ、ひがんばる。これってあの子じゃない、さっき撮った。え、でもその子さ、後ろに一本結びしてたじゃん。そうよね、後ろに一本結びだよね。なんか可愛くイメチェンされてある。こんな猫じゃなかった。いや、可愛くなかったか、最初から。うん、やだー、もうね、なんか怖いし、もう貼ってあるし、何この音、何か迫ってくるよ。あ、さっきの、あれ、さっきのだよね、なんか2本結びしてるよね、これは。一本結びでしょ。いや、さっき2本結びだったよ。そうだっけ、今の2本結びだった。やだよ、やだよ、一本結び。やだよ、こんなよ、ううパマママママママ。え、取るのか持ってるじゃん。取るのか持ってるんじゃないよ。ブルーシート、ブルーシートなんかしてやる。はい、進んで。え、やだ、また誰かが飛び込んだの。もうやめてよ。0.01 秒でブルーシートを張った男、それはやだ僕です。違う、雲の流れ速くなってるよね。ねえねえねえ、また来るよ、絶対来る。次リンタンね、あともう一本で来る。やだやだやだ、ね、こっち向かないで、マジでこっち向かないで、本当に。てか、なんでブルーシートになるの。これ妹の声じゃないだろ、絶対。これ何、わーって喧嘩売ってんのマジで。もうやろか、なんか頭振ってるから、もうずっと机直そうと思ってる。ブルーシートの中にした。あー、次に行った、次に行った。早く進まないでよ。はい、ちょっといっぱい怖いのかもしれない。出てくる、出てくる、コロ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 。ちょっと、終わってるじゃん、この警察官。警察官な、警察っていうか、なんか取り締まりの人、うん、あ、これもまた奪ってくるでしょ。つぎのひ、はい、来る。変わってたじゃん。もうやだ、もう絶対私ずっとこうしちゃう。目ほじくり出してあげようか。え、また、もうなんか増えてるし、だんだん切り多くなってきてるよ。危ないから言ってない方がいいぞ。え、踏切の音が聞こえる。遠いの。もう復活？え？復活なの？わかんない。ふなんとか、うん。もうなんとかしたんだよね。もう復帰したんだよ。あ、復帰かもしれないね。え、なにこれ？ねえ。怖いハンバーガーって書いてある。誰だい？誰だい？タイミング悪すぎでしょ。タイミング悪すぎだよ。なんで私が同じこと言ってんの？
え、やだ、もうやだ、絶対なんかおかしくなってきてる。その子の下に、なんかね、おかしくなってきてる、もうおかしくなってきてるよ。この町どっかしてる。この町から出た方がいいよ。あ、もうこれ絶対来るから、未来に行こう。もうなんか絶対来るから、もう私も未来で行こう。あれ、こうだった。じゃあ次もなんか絶対来る。やだやだ、あれ来ないよ、あれ来ないよ。ここら辺で誰が来るんだろう。いやいや、いなかったじゃん、君。その通り立った時にマジで見つめるのやめて、本当に。あ、もう絶対来る、なんか追いかけてくる、もう追いかけてくる。なんでこの人のさ、無言なの。なんでドクロじゃん、ドクロ。どうして電車の音がすごく近くに聞こえる。怖すぎだろ。ねえ、また来てよ。どうした。絶対だよ、もう嫌なんだから。もう嫌だ、やばすぎでしょ、やばすぎだよ。そういうのやめて、マジでびっくりするから。行くよ、ビューティーチャナン。子供100頭ごとねえ。いや、今はひどいよ、反則だよ、ね、ビューティーサロンとか行ってる時に今いるの、反則だよ。ねえ、この妹の隣にささらぎ駅って書いてある。ささらぎ駅、え、もし全員見たわ。お姉ちゃん、お姉ちゃんですけど、何か。いや、君は弟だろ。そうです。やだ、ピーンって言ってる。もうここら辺なの、何か来そう。来たー。ねえ、あの子ポッツン切られちゃってる。首ちょんぱやんけ。誰だよ。しかも猫も怖い。ねえ。あれ夫婦じゃないよ。はい、お姉ちゃんですが、何が。意味関係ないでしょ。ねえ。やだよ、もう。くわーい。はい、はい、はい。やばい、もうクライマックスでもやばいから。クライマックス。あ、お姉ちゃんが助けるよ。目両方決めちゃってる。ちょっとね、あのだ。え、なにこれ。ねえ、なんかな。え、おくろ。私のところまでバッて飛んできたかと思ったよ。キャー、極的するでしょ。キャーじゃないよ、キャーどころじゃない。あ、ガラスが開けないな。どうやったらここまで飛ぶんだよ。いや、この子冷静すぎでしょ。ね、しかもその子の頭が、頭が。この人何？見るからね。てん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 。あの子だ。本当だね。死んじゃったんだ。昨日亡くなった人の家族かな。でしょうね。ねえ。死んでない。死んでないよ。ちゃんと見てあげてね。もう落ち込まないで、マジで落ち込まないでよ、マジで。もうやだ。聞かれてんの？聞かれてないよ。わしら忘れて行かないでおくれ。いや、怖すぎだろ、おばあちゃん。大丈夫か、おばあちゃん。これ、こんな光なかったよね。ああ、こんな光してる。怖すぎでしょ、今の。もう僕たちがね、実況するの遅すぎてね、もう夜に。ああ！え、何？え、何？ちょっと待って。おばあちゃん！あ、なんか、めっちゃ端っこになんか誰かがいる。おばあちゃん？ねえ、さっきの。おばあちゃん？さっきの子。もうやだ、りんたろやって。見るからに誰か来そう。おばあちゃん。何やだ、もこ。やだ。これもう、さっきいた人じゃん。これ。もう鳥肌立ったよ。もうやだ。ねえ、浮かんでる。かなしない。かなしない。もうこれ何なの、マジで。最後の日やばいね、もうすげえ。なんでこの子はこんなことが起きて冷静にいられるの。気づいてないの。気づいてない。あ、もうなんか来る。めっちゃ痛い。さっきのじゃん。しか
かも。電柱に腹貫通されてる。やだー。もうこれさ、こういう状態だよね。この子、この子が私だったとして、こういう状態だよ、警察が。なんでこんな、ねえ、しかもさ、あれあそこに誰か映ってた。勝手に動いてる。勝手に。ちょっと気持ち悪い。なんでお腹から血も出てないの。しかも一番端っこにみんながいるの。死んだ人いるの。はい、次何？次何？はい、次の日？次の日？次の日じゃなくて、次の日かもしれない。何これ？次の日。まだ。やだ。次の日。死んだ人みんなついてくるじゃん。もう。もうおかしいって、ここどうなってるの、マジで。もうさ、あれ。もう次の日になればもうだ。あれ、はい、深呼吸。あ、鷺山みたいに空気薄い感じになってるよ。本当だよ。なんか空青くない？やだ、もう絶対もう。もう一歩歩くたびになんか起きるよ。絶対また来る。もうそこからあの人来るよ。そこ駅になりやがった。ささらぎ駅になりやった。ささらぎ駅って聞いたことあるけど忘れちゃったわ。ささらぎしか書いてない。多分ささらぎ駅で。あ、多分ここからガンって来る、来る感じで、もうガンって。はい。あ、ねえ、あそこ見て、あそこの上の。空が青いね。あ、空が青くなっちゃってる。当たり前だけど空が青いね。見てやろうか？いや、じゃあ私がいる、もうリトルとか。肌ごっつんしやすいよ。妹、ねえ妹、僕についてくんない？ずっと一緒だって約束。お姉ちゃん。お姉ちゃん。え、お姉ちゃんですけど何か？この子はなんでこんなに冷静にいられるの？もう子供すらもやし。あの子供は。お姉ちゃん。お姉ちゃん、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 お姉ちゃん。なんでさ、この子はさ、冷静にいられるの本当に。もうみんなが幽霊で見えてないのか。私が死んで本当は嬉しいんでしょう、ね。なわけないだろ。話ってさ、一番最初らへんに言ってたよ。私が死んで、あのお坊ちゃんいきなりドンできそうな感覚。はいはいはい、なんかある。はい、いいよ、遅いよ。はい、やだ、なんか顔ないし。でも聞いてほしい。何を？何を聞いてほしい？何？何何何何何何何？もうやだ、もうやだ。私は呪われた電車に引かれて。呪われたの？あ、そう。呪われた電車に引かれたならさ、このお姉ちゃんがどっかに行けばもう大丈夫ってことじゃないの？まあ、いないけど。やだやだ、もうこの日さっきから。え、ねえ、お腹貫通してる。だよね、さっきのあれだよね、絶対。うん、気づいたら、知らない駅に迷い込んでたの。それが？それがここってことかな？ささらぎ駅でしょ、だって。ささらぎ？ささらぎやっけ？ささらぎでしょ。ささらぎ？わ、なんか落書きまでされてある。落書きじゃないよ、だって最初がここだと思う。あ、そうだったっけ？そうだったっけ？いや、いいわ、これいいな。え、なんでみんな？あ、これ歩いたら一緒に来るけちゃう。まあ、見るからいないくそ。いや、ねえだ。多分あの人全員さ、あのさ、押すよ。絶対押すそうな予感なんか。だよね、とん、え？みたいな。え？本当に聞こえないの？聞こえてますよ。一番危ないのが妹。あと一歩進んでるの絶対これ。てん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 。進んでいい。なんとか、信じてるよ。あの日も、今日みたいに、霞、え？霞？霧、霧、霧。霧の濃い朝だった。き、え？今朝なのこれ。朝じゃないでしょ。はい、なんか来る、はい、なんか来る。え、なに？誰か思ってる。あの日、お姉ちゃんに置いていかれた私は、なんで置いてくんだよ。あの日、お姉ちゃんに置いてかれた私は、何に置いてかれた。学校、一人で学校に向かう途中に、ほら、奇妙な音を聞いた。やだ、もうやだ。はい、やだ、もうやだ。今、今、僕。
衝撃だった。おととしょ、うん、もうね、お姉ちゃんこんなこと2回以上聞いてるから。そして私は何かに引き込まれるように。もうやだ、もう、ね、駆け足で来たぜ。鳴り響く踏切の中に飛び込んでしまった。なんで？でもさ、あれ、なんか引きずり込まれるよ。あの電車は死者たちを乗せて、いや、死んだものを乗せるのはさ、ダメだよ。もうすぐ出発するみたい。もう出発してるね、この音は。で、お姉ちゃんも行こうみたいな感じ。もうやだよ、もう絶対も進みたくない。切り通すといいですか。どこから来たの妹？どうした？一緒についてくのか。ついてくどこだ。あー、私たちずっと一緒だったよね。そうだね。わかんないけど。もうここからもう合唱できそうだよ、もう。しかも、松木みたいになってるね。なんでこの子は顔が青くなったりも何もしてないの？大丈夫なの、これ。はい。はい、なんか。あ、もうこれ来る。絶対、もう前から突撃してくるわ。見るからにわかる。え、進める。違うの？やだやだ、もう。だから、お願い。お姉ちゃん。一緒に来て、一緒にあの家来てて、もう子供になっちゃってるよ、もう。それ私が怖いから。キサラリー、だんだん錆びてるな。あの、なんとかの並走電車みたいな。置いてくの、また絶対これ怒るわ。やめて、連れて行かないで。いや、初めてしまった。逆に置いてかれてるよ。初めてしまった。やめて、連れて行かないで。私はまだ死にたくないの。死にたくないの。見ない方が良かったね、これ。もうみんなも見ない方がいいよ。どうやってめり込んでいってんの。やだやだやだ。あ、もうこれ、はい、ドン、はい、ドン。もう来る？あ、次の日？もうこれ、やっぱりこれ最後。はい、クライマックス来たな。もうやりたくない。絶対無理。え、ほんとに。あれ、今のでも怖かったのに、またやれってか。ねえ、やだよ。これ一歩歩くたびに一歩怖いのが、あ、一回怖いのが出そうな予感。的中してるよ、もう。ねえ、死者じゃん。ねえ、死者いっぱいだよ。いや、なんでこの子たち邪魔だくんの。また来なくてもいいよ、もう家の中で困ってなさい。もう、もう、魔法の鏡で見ると幽霊が見えます。あと一歩引かれる。大丈夫ですか、お嬢ちゃん。ヒガンバナ多すぎでしょ。お嬢ちゃん、なんかいる？いない？猫はトイレしてるだけだわ。大丈夫？誰？生首ないじゃん。生首チョコアになっちゃってるよ、かわいそう。これ、夢に出てきそう。夢に出てきそうだね。いいな、やめた方がいいね、これ。しかもそこに誰かいるじゃん。はい。ってのその遊び気に入って。あなた落ちるの好きだね。本当にさ、この人なんで骨骨になって、なんでこうなって帽子取れないの。確かに。うわ、やだ。はい、やだ。全部落ちるでしょ、そうなったら。はい、やだよ。はい、やだよ。はい、と、さ、と、さ、と、さ、はい、うるさい。生首。なんか頭痛くなってきた。頭痛くなってきた。カウンちょっと痛めてくなってきた。頭痛い。あいー、なんか顔がリアル。止めろ。顔がリアルになってきたじゃん、めっちゃ。引っ込むな。あー、このおばあちゃんだ。なんか絶対話すとね。え、何？どうして私が一番大好きなの？どうして私が一番大好きなの？どうして私が一番大好きなの？
ろこの子。真面目なんじゃないよ。生きてる。首取れ。また頭取れたの？見ない方がいいんだもん。なんで彼岸花入ってもお土もないのに。彼岸花に覆われているよ。もう怖すぎるだろう。なんでさ、なんでこれ気づかないの？うわ、なんか猫もちょっと臭い。え？あー、どこだ？あのお母さん、あのお母さんもきっとなんか骨になるよ、きっと。あー、来る。どうしたあなたが生きてるのって言われても。あ、もうついてくもん。どうして？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 あ、もう最後、やばい。1秒で肉を全部取った。もうやだ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 。あー、頭痛い。あの人は？はい、すいません。ちょっとカメラが熱くなって止まってしまいました。はい、すいません。ちょっとびっくりしましたね。こうやってやってたらピッて止まってくる。え？え？ってね、ちょっとね、ちょっとホラーかと思った。びっくりした。本当に怒っちゃったのかと思った。うん、よし、じゃあ行こう。はい、次の、どうぞ。はい。あー、また怖い。あー、もうやだ。なんで首ないの？もうやだ。もう怖い。さっきの生首たちはこの子に言ってるんじゃなくて私たちに言ってない？画面にガーって出てきてるじゃん。こうってこの子じゃないじゃん。この子にガーじゃなくて私にガーじゃん。確かにさ、私にガーよ。絶対断っちゃうわ。はい、もうやだ。示されてもな。よし、戻ろう。戻れない。戻れない。左に進むだけのゲームだ。ねえ、やだ、なんでこっち行って示すの？なに、クモもこっち向きに進んでるか。あい。え、お姉ちゃん。いなくなった、もうやだ。絶対好きなしかないってことだよね。してこい。あと一歩でくれ。はい、また来る。来ないんかい。もうやだ、そういうのやめて。出てくると来ない。 あと多分一歩あと3歩何かが起きる。どうしてこの駅に。ずっと怖かったの。比べられるみたいな感じかな。わかんない、これ。あなたと区別。
なんとかされるのが嫌だったら、なんかクロスされるのが嫌だったら、やったんだ。片付けてくれないの。そんな。